ははいこんばんば dj マブです、えー、今日はですね、えー、肺結核を調べる検査の見分け方について解説していきたいと思います、えー、肺結核をね調べる検査っていうのはツベルクリン反応が代表的なところなんですけどもう一つあって、えー、抗原特異的インターフェロンガンマ有利試験というね結構長いこの名称の検査があります、えー、そこの違いをちょっと解説していきます えー、ツベルクリーン反応は結核を調べる検査ですね BCG 予防接種とは弱毒化した BCG ワクチンを打って結核にかからないようにすると、えー、BCG 予防接種というのは弱毒化した、えー、BCG のワクチンを体の中に、あのー、打ってですねで結核の耐性をつけるという作戦なんですよねでこのね BCG 予防接種後、あのー、ツベルクリーン反応を行えば陽性になってしまうんですよ これは BCG のワクチンを打ってるからその結核菌が中にいるでしょうだからツベルクリン反応が陽性になるとでこれでは予防接種によって結核菌があるのか本当に結核にかかっているのかわからないと、うん、ツベルクリン反応ではからない部分ですよねそこで用いるのが、えー、抗原特異的インターフェロンガンマ有利試験の2つですこれは QFT の、えー、3G と T スポット検査があります、えー、BCG 接種後も、えー、陽性にならない点がツベルクリン反応と と異なると、えー、でえで QFT のええ三 G はクオンティフェロン検査のことです。これはあのー、そうですね伊豆谷先生の格論でもね前から出てきたクオンティフェロン検査のことがええー、QFT の三 G と言います。ええー、ここをねあの QFT 三 G というのは初めて聞いたあのー、名称だったんですけど実はクオンティフェロン検査のことでした。ここをねあのー、しっかりね捉えておくと。 わかりやすいですね。はいえー、クオンティフェロン検査とティスポット検査が本当に結核菌をがあるか否か調べれるという特性があります。はい、滑り込み反応はごっちゃ混ぜになってしまうということですね。はいえー。まあそんな感じで今日はではまた。